どうもテッシーです。デアラングリッサー独立軍ルートやっていきましょう。孤軍ルートとでも言うんでしょうかね。はい、シナリオ16で分かれ道となっております。で、いろいろね変えてきましたと、まあ、変えてきたというよりシナリオ1からプレイし直してここまでたどり着きました。実況するのはね、私自身実況するのは3週間ぶりだと。それまでコツ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 ね仕事帰ってきてプレイしてまして、すっげー楽しかったっすね。はい、シュミレーション RPG は積み上げ好きな人にとってはたまらないですね。すげえ楽しかったっす。でシナリオ1からやりまして、で全部ね経験値のために、まあほぼほぼ敵を全部傭兵ですねを倒してから指揮官を倒すというのをねやってきまして、隠しシナリオも通過しましたと。でこの独立孤軍ルートはねやっぱ厳しいらしいので、隠しアイテムと能力アップのマスもちゃんと経過してきました。でただねこっから先はね知らないですね。こっから先の展開は知らないです。で増援とかさ知らない方がいいじゃん。なんかあるの知ってるとちょっとつまんなくなっちゃうからね。うわこの増援くんのかよみたいなのはねあった方が面白いので、こっから先のねストーリー自体はね知らない。でもただね一度だけチラッてねちょっとね攻略サイトみたいの見てて分かったのが、一旦これ独立軍になるとエストとオストですね、これがねなんか一瞬敵に回るらしいんですよ。ただ闇なんか親分ですね、闇親分、あのボーゼルを倒すとなんか OK みたいなこと書かれてたので、まあそこをどうしようかっていうところだと思います。はい、であと裏技でシナリオセレクトっていうのがあるんですよ。ありますよね。もうここまでね見ていただいてる方多分知ってると思うんですけど、あるらしくて、でもそれはね今回シナリオ1からやったもの使ってなくて、あの経験値のために戻ったりとかってのはしてなくて、1回のマップ1シナリオは1回クリアしたのみでここまで来てます。はい、で1回だけねシナリオセレクト使った部分がありまして、ラングリッサー追っかけっこ、帝国ルートからじゃん、ここって帝国ルート、闇ルート、独立軍だから帝国ルートで後期のやつたちとラングリッサー追っかけっこして、ラングリッサーテッシーが手に入れましたってなって、これをレオンに渡しますかみたいなとこあったじゃないですか、イベントで。そこで渡さないと闇ルートに行けてここまで来れると。でその場面でなんかどっかで選択肢間違ったのか、なんかその選択肢出なかったんですよね。でラングリッサー手に入れたぞと、でレオンがよくやった、じゃあテートに帰ろうかって、そのままなんかシナリオ終わって帝国ルートのままっていうね、なんかレオンに抱かれていきそうになったんで、いやいやちょっと待ってちょっと待てと、それ違うんだと、俺は闇行きてって言ってシナリオセレクトで闇ルートのマップ選んだらうまく進めた、闇ルートの方に行けたので、そこはちょっとポッて強制的に闇ルートに行かせてもらったと。で一応ねここまで問題なかったので大丈夫だと思うんですよね。なのでちょっとどうなるかっていうのもあるんですが、はい、進めていきたいと思います。で先ほどからちょっといろいろポチポチ動かしてて見てるんですけれども、鍛えた点ちょっとまずここ紹介、鍛えた点というか、まあ、どういう風にいったのかと。でテッシーとヘインですね、これルーンストーンをうまく使えました。レベル10になんか最高レベルの10になった時に使うと最初に戻れると。で最初テッシーをね何でしたっけなんか最強にしたんですよ。ジェネラルの上、キングか、キングにして、またちょっと戻って、今、シルバーナイトになってますと。
で戻った時のね指揮範囲狭いと、あと修正がねなんか弱いんすよね、なんかプラス12とプラス3のやつが。これちょっともう1レベル上げてなんとかしたいなというところです。でヘインはね回復役で最初育ててハイプリーストの方に行きましたと。あの帝国ルートを回復役が最初いなくて困るなって思ってそっちにしたんですね。で回復できるのはいいんだけど逆にその火力不足に陥っちゃってますよといったそんな感じです。でハイエルフですね使っていきます、とりあえず。で先にソニア、逆にヘインが回復役だからちょっとメイジ作っとかないとやばいなってっていうところで急遽アークメイジにして、まあ、メテを使えてしかもバリスタが4体まで雇えるということで、あまあまあ結構強くなってますと。でロガですね、こいつが弓を使えるハイマスターっていうのにしまして、あのロガ自身が弓を使えると。でただね、あのこのハイマスターっていうのが指揮範囲がないらしいんですよ。ないと指揮範囲が傭兵の、それ傭兵速攻でやられるっていう事態なので、あのネック何今ネックレスかネックレスつけてなんかようやく指揮範囲が1ってなってて、もうローが守るだけの存在っていう、そういった状態なので、まあここもねちょっと火力不足というか、まあ壁不足みたいな、そういうとこでうまくバランスが取れてると思います。でそれでエストとオストをゴーレムとかアークデーモン、これ壁にしようとしてるんですけれども、あのなんか敵に回ると今回で先にボーゼルを倒さないといけないっていう、ちょっとよくわかんないんですけど、でこれもチラって見てボーゼル5434でしょこれ、うんと。でアークデーモンよこれ41と38って、結構こっちもねガチで鍛えてるんですけど、そこまで強くないんですよね。急にやっぱりここに来て、あの結構厳しいなとこのマップが思いました。あれってなって、でこいつらはもうどうでもいいんですよ。 こんなやつはもうクソザコですから、うん、多分ね、あの相性いいので戦えば。ベルファルトがまあまあちょっと強いかなぐらい、あとエグベルトですね、まあメテを気をつけないとバリスタ一気に持ってかれるというね。いやもうレオンとかねもう全然大丈夫ですから、4935でしょ。こっちはねまあまあまあちょいちょい強いと、はい、そういった形でございます。でだからボーゼル倒すとなると、まあメテをぶち込んでバリスタとかで攻めていくのがいいのかなと。はい、3、あー、アタック使うか。そんな感じですかね。はい。でこれ動かない、どういう感じで、もうこっちがっつり来るんだったら、もう逃げるしかないと。もうこちょっとち見て、この配置で行くしかねえなっていう感じです。ゴーレム、まあ、こことここを、もう初っ端で消すと。これはもう経験値稼いでる場合じゃない気がするんで、これもねバリスタでグレートドラゴンを落とせたらっていう感じです。はい、ちょっと前置きが長くなりましたが、そんな感じです。だからこのマップのね隠しアイテムとかもうそこはもう知らないっすと。もう普通にこっからは進めていくと、まあいけると思いますよぐらいのね感じです。いきましょう。で、ちょっとね、久々の実況だからね、装備は、これ、まあ、装備は整えてあるんで、もう40秒でいけるんで、大丈夫ですね。で、ラングリス、ネックレス、やっぱ指揮範囲がね、大事、マジで。で、ソニアは、バリスタがいっぱい動けるように、スピードブーツですね。まあ、いきましょう。大丈夫です。ゴーンなってるよ。偉大なる闇よ、すべてを包む闇よ、今お前の時代が来た。お前はすぐ終わる。
少しの間じっとしていてもらうぞ。お前たちの力が必要なので。あ、もうここ見たよな。見たわな。まあ今はまだ闇の軍団っていう体ですからね。こっちもリアナを連れてきたと。まあ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 、まあ、はいはいはいと。取り戻さんと。何回このセリフ言ってんだってボーゼルもちょっと思ってるよね。ここで、ああ、へえ、先にこっちが来ると。魔剣の封印が解けたのか？すごい波動だわ。さすが伝説の魔剣、アルハザードね。ここも見たか、ここまでは。本当だね。これなら魔族を操れるのもわかるよ。これやめルートですからね、まだね。怖いくらいの波動だ。俺により詳しいことはわからねえが、あの剣の輝きは本物だぜ。詳しいことはわからないのに本物だぜってすごくない？これ前も同じツッコミしたかな。確かに特別な力を持っている。チキショー、筆が止まらねえぜ。でレオンが追っかけてくると。よくやってくれたと。誰だ？でまあこのね、まあ、上とかこういうのはもう雑魚ですから、うん、大丈夫多分。世のためにアルハザードの封印を解いてくれるとは。まあ、一回倒してますからね。ご苦労であったな。礼を言わせてもらうぞ。固定ベルンハルト。え、どうして死んだんじゃないの？やろう、影武者を使いやがったな。道理で手応えが薄かったはずだぜ。お前たちは我が策略のうちで踊っていたに過ぎん。結構ボコボコにやられてましたけどね。お前たちの策略など私とて気づいていたわ。だが策略がどうだろうと、封印の解けたアルハザードは我が手の内にある。策士、策に溺れるとはまさにこのことよ。いや、これもどうだろう、溺れてはないと思う。ああ、筆も出ましたねと。ふん、それはどうかな。儀式で疲れている貴様からアルハザードを奪うことなど造作もない。なるほどと。なんだこれは。うわ、あ、そうか、ラングリッサーが輝きを増した。え、これで強くなったの？なんだと、ラングリッサーの封印が解けた。おそらく魔剣の封印が解けたことによる影響だろう。しかしこの状況を不利と取るか好機と取るか。ふん、要は使いこなせるかどうかだ。ついでにラングリッサーも奪い取って我が帝国が役立ててやろう。オッケーと。やれるもんならやってみやがれと。帝国にアルハザードを渡すわけにはいかない。だがボーゼルは儀式の疲れで思うようには戦いそうにないって。なんでそう思うの？やめる、その組織にいるならそれはね、あんま思わないよね。普通は普通じゃねえと。ボーゼルと手を切るなら今がいい機会だが、どうする？まあまあまあ、敵に回る。これでね、やめるとはこっちだった。これ回しますと。ヘイローガ、聞いてくれ。これ以上ボーゼルの言いなりになる必要はない。これを機にボーゼルを倒し、俺たちがアルハザードを手に入れるんだ。っていうね。ならばこれからは敵よ。私はボーゼル様のもとへ戻らせてもらうわ。え、ローガー、どうすんのローガー。え、あれソニア。ソニア、お前とは戦いたくねえ。俺たちの仲間にならねえか。ここで兄弟愛ですね。ええって、お兄ちゃんは私にボーゼル様を裏切れというの？確かに。俺たちがアルハザードを手に入れれば人間と魔物の共存ができる。ボーゼルは魔物だけの、帝国は人間だけの世界を作るだろう。あー、なるほど、そういう見方。なるほどね、なるほど、そういう展開していくわけね。だけどよ、俺たちなら人間と魔物が共存できる世界を作れるんだ。そっちの方がいいと思わねえか。ちょっと言い方って。私もお兄ちゃんと一緒に暮らしていきたいよ。でもボーゼル様の力は
あー、ちょっと本音ポロッと。心配するな。俺たちがボーゼルの野郎をぶち殺す。殺す言ってますからね。倒すじゃない。お前を縛る奴は誰もいなくなるんだ。あー、ちょっと考えてる。わかった。私、お兄ちゃんにかけてみる。おー、で、ソニア扱いと。おー、ソニア裏切る気か。と。裏切り者は殺す。あー、マジだ、マジだ、マジで敵になるわ。はあ。私を敵に回すとは、よほど死にたいらしいな。ならば、アルハザードの力を見せてやろう。いでよ、我が下僕ども。あ、ゴーレムちゃん？ゴーレムちゃんでしょ？多分。あ、来た来た来た。まあ、ゴーレムちゃんは大丈夫だ。あー、はははははは、は、シナリオ16と。ようやくターン1です。お待たせしましたと。16分ぐらいかかってますけれども。こんな感じなんですね。で、こう、ボスとテストはもちろん倒しちゃダメなので、こいつだよな、問題な。そこそこ広いとで、飛行だと。まあ、ゴーレムはどうでもいいと。まあ、これファランクス部隊だよね。言えばファランクス部隊だから、あ、そっか、でもテシ、大丈夫かな。6245。いけます？まあ、多分大丈夫だと思うんですけどね。どうします？あ、こ、あ、まあ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 。まずは、ちょっとこのグレートドラゴンをどうにか、これ下大丈夫？結構近えな。結構近えな、これ。あ、結構近いね。あ、ボサってしてたらやばいと。ただ、スピードブーツあるんで、どうだろう。ちょ、待って。6、5、4、3。2、1。あ、ここで届くわけね。で、指揮範囲が3か。なるほど。なるほど。え、結構厳しくないこれ。怖いね。3、2、3。あ、これは多分というか、いや、これここいんのつらいね。まあ、ローガで行くしかないっすね、もう。これはこんなん全部相手してたら、これはもうちょっとやばいと。あ、そう。で、ローガがね、あの、傭兵がね、弱いというか、指揮範囲が、まあ、1だと。ネックレスつけて1なんですけど、うん、結構魔法覚えてて、テレポート覚えてるんですよね。これが、結構でかいと。なので、もう、ここに、先にでもあれか、あ、ちょ、しくったな、この配置。ソニア行かないとあれか。あー、ちょっと、あー、でもこれ倒さないとやばいよね。あー、まあまあ、そうだろうな。オッケー。まず安全配置で行こうか。安全配置で、ローガは結構移動できるんですけども、ファラリクスがやっぱり5マスなんだよね。あんま行かない。ここ行きたいけど、届かないですよね。ここなんですよね、やっぱり。こうなっちゃうかなと。いや、でもこれ、29。いやー、26か。指揮範囲出た途端弱くなるからな、これな。ここでとりあえず、もう倒しちゃいますと。よし、いけた、ナイス。ということで、もう51ですからね。あんまりもうね、経験値はね、そこまでやら、あの、上げる必要もないかなと。ここまで来ればね。あとは戦略。ローガもね、あの、ルーンストーン使おうかなとか考えてはいたんですけど、全然もう、あの、間に合わないと。もう、テッシーすらもうシルバーナイトですからね。ベルンハルト、モルドン、ボーデルも倒すんだ。そして、アルハザードを奪い、俺が大陸の平和を守る。お、そこはブレないと。これいけます。まあ、ちょっと、45ですからね、防御力。いかに不利といえども、これはいけると思うよ。今までもそうでした、結構。ヘインで、
これクラウンがめちゃめちゃ優秀、指揮範囲が広がって、しかもなんか修正がちょっと効くと37。いやーこれいけなさそうだな。ちょっとアタックをアタック覚えてる？あ、覚えてる。これ明治アタックをかけてあげて、ちょっと待って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 、落ち着け落ち着け、これは多分来ないから大丈夫。こっちから行こうか。これ移動しないとまず下から攻められたら終わるし、まあ、ローガに近づけないとダメだよね。これいろいろあるなこれな。いやでもこれ行くしかないな、これは。そうっすね、ちょっと行くしかないっすね。これで打ってみると。ちょ、待って待って待って、もっと近づけた方がいいわ。待って、ここまでは大丈夫か。あのね、もう私もね、ラングリッサー ラングラーですから、ラングラーですからね、もう分かってるんですよ。指揮官がもう結構 HP 減ると回復するじゃないですか。だから移動できないんですよ。ここまで指揮範囲移動しないんですよね。だから行っても多分大丈夫っていうね。そういうのも駆使して今まで結構上げてきたんで、そこを信じてきたと。大丈夫？ 2 級ですよ。で、これで3、3、3。大丈夫ですね。大丈夫っていうか、ちょっと、3ぐらいは入ると思うんですけど、もう 5ぐらいいっちゃうんじゃないですかね。いけ、よーしよ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 し、いいっす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 と、これはいや いっちゃえと、いいっす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 。あー硬い。んでもこいつ次動かないからね、大丈夫。あ、まだいける、まだいける、まだ一発残ってると。いっけ、でんでんでん、おーし、ガシャード、オッケー、ナイスナイス、いいよいいよいいよ。でとりあえず33か、勝てー。ちょ、入らないと思うけど、ちょっとやってみる。お、入った、やった。ちょっと嬉しい、ちょっと嬉しくないこれ。攻撃力が低いのに1入るっていうこの嬉しさで、一応アタックをかけてあげると。あーでもどうしよう、召喚、そう召喚がね、ホワイトフレイヤーが結構すげえ優秀、移動があるからね、移動できるから、移動力が高いし、アタック2使えると。ホワイトドラゴンはめっちゃテオかなんか使えるんだっけ。ちょ、あんま使ってねえから、でも20使うんだよ。いやでもアタックだな、とりあえず、とりあえずアタックで、もうここ絶対倒さないとダメだから、絶対ここは行かないとっていうとこなんで。でまずテッシーが全然移動できない。何この洞窟。洞窟も移動できないの、シルバーナイト。あの、ナイトさ、もうちょっとなんとかならなかったんですかね。あの、フィールド、草原じゃないとすげえ役立たないっていう。行きましょう。これ、ま、最悪やられても大丈夫だからね。9、9だから、ね。あ、全然余裕だわ。全然余裕、OK。レベル上がんないかな。レベル上がってほしいな。で、これど、まあ上、あーでもとりあえずこっちじゃなくて、こいつはここしかいけないから、まあまあこれでぶち叩くと。ヌング、うわ、勝てー。いや、あーまあでも41と36でしょ。あーでもまあそんぐらいなんかな。 いけるかこれ。36か、この長槍パイ、まあいわゆるパイク同士の戦いっすよね、泥試合みたいな。いやどうすかねこれ、
まあまあまあこれいって、うわ勝って、伊達にゴーレム名乗ってねえわ。これいけるか。あ、これ上いけねえんか。ちょしくったなこれな。いやいや、ちょっとやばいぞこれ。ああびっくりした。いけよ。おお、レベル上がった。やった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 。これでクラスチェンジで、いやもうソードマンっすよ。もうこれで、これで、OK。これで移動力逆にここでは上がるって。ほら、めっちゃ強くない攻撃力。あのやっぱね、あのクラスチェンジ大事。クラスチェンジがすげえ。48ですよ、だってこれ。48で、いや、辛いな。辛いよ、これ。ここ固めるしかないのかな。ここでまあ来ねえか。まだ大丈夫か。 S と通すとは。例えばもう逆にここを叩いちゃうってダメだったら、もうこいつらはこっち行くしかないから、結局こいつで叩いておいた方がいいんだよね。倒せたらラッキーだしっていう。うわ、強え。ほら、全然違う。全然違う。OK、1になったと。OK ではねえな。こいつ倒せるか、もう。この、ここで今やっといてなんだけど、なんかよくわかんなかったね。よくわかんなかったな。自分でやっといて。あ、でもこれ、エルフで、いけんじゃないっていう。いっけ！よし！OK、ナイス。これで倒せるべ。これで倒せるべと。あれ、ちょ待って。これ、下行ける。よしよしよし。OK、OK、OK。いやー、よかった。よかった。おっしゃ、ナイス。グー。グーの根も出ないと。よしよしよし。ちょ待って。で、ちゃんとしよう、ちゃんと。手動になってる？なってます？なってます？と。なってると。これ動かせない？あ、ダメなんだ。これどうなんだろう。ここ戦うのかなこれ。あ、戦ってちょっとやられちゃうの嫌だな。大丈夫かな。 OK。 まあ次のターンから、まああれですわ、あれですわ。ちょっとここうまい感じで3体倒せたのが、なんか感無量みたいな感じで。OKOK と。なんかね、回復覚え、回復やっぱいっぱいいると、テッシーも使えるし、まあローガも後から使えるようになったと。ハイロードで回復いっぱい使えると、こう離れて攻撃できるっていうのがやっぱりいいね。うん、これ来るよね。まあ いや、ちょっと見ましょう。ちょっと様子を。どう動いていくんですかね。あ、これはまあ来るよね。これ来るよね。あの、行かないとレオンに怒られるから。とりあえず形だけでもね、まあ言っとかないと。レオンが、ね。いやいや、ちょっと待て、お前、来いよ。来いよ、前のやつ、お前に怒られると思って前出たんだからな。来いよ。いやー、ここに来るなー。あー、そう、すげえんですよ。先ほど言ったんですけども、ラングラーですから、慣れてきましたから。もうね、重要なのは、間接攻撃。まあ、魔法も含め。間接攻撃、魔法。あと、守備力。機動力。これで、ほぼ、いける。やばい、この、機動力、ドラゴンロードとかのね、まあ、機動力がね、すごい。やっぱ、こっちガードしないといけないからね。指揮官をね。それで動き制限されちゃうから、そこをね、うまい感じでやっていくと。で、やっぱ間接攻撃、まあ魔法、まあメテオですよね、やっぱり。もうあれ、卑怯極まりないっすわ、本当に。もう一方的に相手のね、数減らすから。あれは強いよ。まあ、あれ強いと。やっぱあと守備力。守備力高いと敵攻撃してこないと。だからここで守備力高いとやっぱ有利。あ、これどう動くの？
え？え？新しい、え、どういう動き？指揮官抜けたとこに指揮官入る、新しいプレイ？え、そういうプレイあんの？え、ちょ待って、ちょ待って、やばくないこれ。ねえねえって、ちょっとやめて、ちょっとドキッてしちゃうから。な、急に距離感ゼロになったよ。ねえねえ、テッシーって。怖い怖い怖い。エストとオストは悪いモンスターじゃないの？あ、教えてくれるんだ。さあ、そういうことか。ボーゼルさえ倒せば、きっと味方になってくれると思うよ。わかった。悪いのは、ボーゼルなんたの方はもう騙されちゃってるよ、ソニアに。もう持ってかれてるわ、心を。持ってかれてるわ、今のねえねえの一言で。やば。怖いわ。お前、どんな妹持ってんだ、お前、怖えわ。え、これ、え、やばくないこれ。あの壁として育て、あの指揮官はそんな強くないんですよね。大丈夫なのかこれ。やられる、あ、まあやられたらあれか、撤退ってことになるのか。え、怖。まあでも仕方ないですね。で、この、いや、このターンは無理だろう。ちょっと待って、ボーゼルは移動しないとして、ここでしょ。え、6 5 4 3 2 1 0。だからここにソニア持っていけばいいのか。ここ、リアナのとこから2 1、まあ桂馬で跳ねるぐらいの位置。そうすればここと、ここで攻撃できるわけね。オッケー。悪でも無理だね。いや、強いっすわ、多分これ悪でも。実際、闇ルートで仲間にして、あの赤い軍団の赤い壁、あれやばかったっすからね。崩せなかったっすから、敵も。オッケー。じゃあちょっとね、もうちょっとちゃんと、見つつ、次回、ボーゼルをまず倒して参りたいと思います。最後までありがとうございました。テッシーでした。